違いなく、ね、大変な事態になってたと思うんですね。あの中心蔵についてはその亜光藩5万石と、はい、吉良家4200石なので、それでももう大きなね、まあ、本当にすごい事件になったんですけど、あの徳川にとってですね、まあ、井伊の彦根は30万石を超えるですね、大大名だったんで、もう規模が違うね、はい、それが例えばもう江戸の街中でですね戦いを始めたら、もうこれは大変ですね。もうまさにその内戦の戦いだったってことですね、はい、そうですね。彦根藩では水戸藩への怒りはもちろんなんですけれども、その一方で行列に参加した藩士に対し、なぜ井伊直弼を守れなかったのかという非難の声が高まっていきます。あそこにいた60人武士と言われる26人やっぱり武士、彦根藩士の人たちですね。そこでどうなったかというと、坂がおります。こちらです。事件で亡くなった者は原則処罰なしなんですけれども、重傷を負った者、流罪、軽傷だった者、切腹、無傷だった者、斬首という処分でした。これじゃあもうつまり死ねない限り全員罰を受けてるってことですかね。いくらなんでも厳しいですね、これね。そうですね。ただね、もっともっとこれでは生ぬるいと、もっと厳しくしろっていうような意見もあったんですね。なんたる彦根藩の井伊家っていうのはもう家康のね、側近で、代々その赤備えといっても強くて有名で、質実剛健な藩だったんですね。自分の主君、藩主を守れなかったっていうことは、これはもう本当にですね、大きな大失態なんで、まあ、ですからあの亡くなった、現場で亡くなった藩士たちもいますが、それはよく頑張ったというわけではなくて、ただ単にその武士の本部を果たしただけというですね、それはもう当たり前なんだということなんですね。今の我々からはちょっと想像つかない世界だけど、まあ、でもこれで桜田門外の変の後の彦根藩と水戸藩の内乱も現役のところで回避できたと。これで本当の一件目ということですね。いや、それが話はこれで終わらないんですよね、とは言って。そうなんですね。事件から6年後ですね、はい、将軍家主が亡くなって、うん、最後の将軍、徳川慶喜が将軍なんですが、この慶喜さんは、あの水戸の、徳川斉昭の息子さんなんですよ。
年に1位と2位だったら、金ない。で、3位だったので、もう絶対1位じゃん。金ない。もう1位だよね、言われて。1位だよね、みたいな。確かに、めちゃくちゃ言われてた。だからもう、1位にならなかったら、私どうすればいいんだって。言葉は良くないんだ。かかってましたね。完全にその顔してる中で。かかってるなっていう。私の動き出てなかったので、より、こっちが客観的に見れてたから、当日とかも、後から名古屋とか行ったら、もう、取締りポイントなど注意してください。
あのちょっと手当てになりましたけど、はい、ただこれでもう時間ないです。くっついてる。あとは何もしなくていいんだ。気が利かんのだよ。
ね、なんか